こんにちは。今回は私が取り組んでいる投資についてお話しします。過去の動画でもちょこちょこお話ししていますが、実際にどんなことをしているのかはお話していなかったような気もします。この投資と出会ってから1年は経過しているのですが、ある程度学んだ後にサボっていたので、実際に取り組んでいた期間はそこまで長くはありません。途中でやめてしまうのはもったいないですよね。ちゃんと続けていたら今頃は一つの収入源としてそれなりの金額が安定して得られていたかもしれません。そういった意味では本当に反省しています。この投資を始めたきっかけとしては、私の知り合いが YouTube で紹介していたので興味を持ち、コミュニティに参加させていただきました。コミュニティ自体は知り合いの塾生さんが運営していて、とても丁寧に指導してくださいます。マニュアルなどもあるのですが、それ以上に個別で指導を受けられるスカイプコンサルが魅力的です。自分の今の状況を相談し改善していく、これを繰り返していきます。そしてだんだん負ける回数が減っていき、勝率 95% 以上を目指します。現時点で7月の勝率は 91% というところまで来ていて、できれば8月から投資の金額を上げたいので、今月はもう負けられないという状況です。まだ勝率が 91% ということもあり、金額を上げられないので、まとまった金額を稼げていない状況です。できるだけ早くまとまった金額を稼ぎ、生活費にしていきたいので、今は一日中取り組んでいます。実際にコミュニティ内ではこの投資だけで生活している方たちも多く、私もそのレベルを目指しています。少し長くなりましたが、私が取り組んでいる投資の内容はブックメーカーになります。ブックメーカーではスポーツやゲームの試合結果を予測し、お金を稼ぐことができます。そのブックメーカーを投資として捉え取り組んでいるということになります。今回の内容は参考になるかどうか分かりませんが、そういう稼ぎ方もあるんだという感じで、参考程度に聞いていただけると嬉しいです。まだ経験も浅いので、引き続き結果や状況を動画でお届けしていきますので、引き続き動画をご覧いただければ嬉しいです。